老人形の消失。一体この老人形館で何が行われているのか。パチ。それを示しているのはそのカバンから愛らしく覗いている札束です。札束か。あれ、僕の見たところ200ポンドはあるようだ。このお金は私のものです。それではその大金は何を意味するのか。なんだ、目の動きというのは実に正直ですね、マダム・ローザイク。その視線の先にあるもの、それが答えだ。ん？ 200 ポンドの意味はその案内板が示しているのです。案内板。老人形を売りますか。どうやら経営は苦しいようだ。つまりあなたはあの特別展示室の殺人鬼を200ポンドで売り飛ばしたのです。それでは次の疑問を検証するとしましょう。この気持ちよさそうに気絶しているおじさんは何者か。本当に何者。どうやらおじさんはものすごい衝撃に打ちのめされたらしい。その気絶の理由ご存知なのではありませんか。なんだって。あ、残念ですが隠し事は苦手のようですね。おじさんを打ちのめした衝撃はその200ポンドが与えたのです。殴った。あなたはこのおじさんをすっかり手玉に取ったようですね。何を言うのですか。髪長いのかわいいな。おじさんは200ポンドで老人形を買わされてしまった。あなたに金を払った瞬間その大金っぷりに気づいたのです。しかし200ポンドはもう二度と戻らない。その結果おじさんはこのありさまというわけだ。そうか。この特別展示室で殺人鬼はとんでもない値段で売り払われた。せめておじさんの見ている夢が楽しいものであることを祈るよ。いやー、お金、大金を払った後の夢はどうかな。なるほどな。老人形の行方。それでは問題の老人形は今どうなっているのか。次はそれを考えてみるとしよう。そんなことが。ここで僕が気になるのがあそこに立っている若者だ。若者か？彼が何者か、それを示すのはもちろん首のスカーフさ。あれはヤードの連中が仲間に事件発生を知らせる合図だ。あの若者は私服刑事だったのさ。この老人形館を操作していたのだ。そうかな？僕は彼をよく知っているジョン・クレイ巡査部長ですね。はい。あ、そうなの？出てきたっけ？去年、警視総監賞を3度受賞した有名人だ。すぐに分かりましたよ。それは、いたっけ？次に彼の横に座っている悪人面の老人に注目してみようじゃないか。さっきからピクリとも動かない。まるで、老人形のようにね。え？あ、それは、思った通り反応がありましたね。まだ。僕は一目見た時から気づいていたのですよ。こいつにね。ん？この老人が老人形かどうか、それを物語っているのが値札さ。3ペンス。これはまた悲しいほど安い値段がついている。古ぼけてひびの入ったような老人形の価値などそんなものか。人だと思うけどな。それをあなたは200ポンドで物好きなおじさんに売りつけたわけだ。そりゃスコットランドヤードも動くというものですね。まだ。そんな。すでに老人形は取り戻され、警察によって保護されているのです。年老いた老人形を早く元の墓場に戻してあげたいものだね。老人形はすでに発見された。よくわかんねえ。以上、シャーロック・ハムズの名推理でした。あれ、論理と、論理とあれの実験劇場は？あ、すごい、グツグツしてる。美味しそう。どうやらあまりのことに声も出ないようだね、諸君。何しろ。いい音だな。
お姉さんの牢がかなり不吉な勢いで煮立ってるし。あの、ホームズさん、一ついいですか？お、今回も一つ来たね。何でも聞こうじゃないか。特別展示室に展示されていたのがおじいさんの警官だったということは、そのおじいさんは特別恐ろしい殺人鬼だったことになりますよね。殺人警察官、オッターモール。え？去年ロンドンを震撼させた謎の連続殺人事件が起こった。殺人現場に警官が駆けつけるたび犯人は煙のように姿を消していた。その犯人こそ、おまわりさん自身、オッターモール巡査長だったの。あ、本当の話？それがあの人相の悪いおじいさんなおですか？そう、なんとも見るからに恐ろしい悪人面だ。僕の記憶に間違いがなければ、あんな顔だったよ。それにしても200ポンドというのはそんなに大金なのですか？まあ、最新型の蒸気自動車を1台楽に買えるだろうね。そう、それは確かにすこぶる大金ですね。やばいやばい。言い残すことは以上ですか？牢人形になる前に、殺人事件起こっちゃうよ。マダムの牢がますます不吉に似立っている。なんだか危険な牢の香りなの。まあ、真正面から犯罪者呼ばわりされたわけだからね。どうやら今回はアイリスちゃんの手を借りるしかないみたいだ。ホームズさんの推理のお手伝い。もちろん、アイリスにお任せなの。それじゃあ早速始めようか。マダム・ドーザイクが全てをぶちまける前に、よっしゃー。その一言を僕は待っていたのだよ、諸君。それではマダム・ローザイク、お望み通り、名探偵にして大探偵である一日牢人形の腕をご覧あれ。再放送。検討開始。何かがおかしいぜ。一体この牢人形館で何がおかしい？さあ、それじゃあ、札束です。200ポンド。この200ポンドが、このお金は私のものです。何を意味するのか。はあ。目の動きというのは実に正直ですね、マダム・ローザイク。その視線の先にあるもの、そういう答えだ。そういう答えだ。案内板か。確かにマダムは今壁の方を見た。でもね、200ポンドで売るかな、牢人形。え？だって、魂を込めて作った大切なものなんだよ、きっと。いくら値段をつけられても私なら売らないと思うの。きっと売ってしまう僕は薄汚れた大人なのだろう。とにかく、マダムの200ポンドには他の意味があるかもしれないね。その視線の先、もう一度確かめてみるの。視線の先？これカメラは、あ！本質が。本質が今。このおじさん、どうやら生きているみたいだね。見たところ、牢人形でも殺人鬼でもないみたいだし。私は買わないかな、200ポンドじゃ。多分売り物ではないだろうね、このおじさんは。こんなところに落ちてたら通るお客さんの邪魔になるの。多分落とし物でもないと思うよ、このおじさんは。何なんだよ、このおじさんはよ。カード。こんなところにカードがピンで止められているよ。ないない、どれどれ。牢細工、牢人形館館長、コネット牢細工殿へ。この部屋の囚人は我々が預かった。え？ 200 ポンド。それが囚人の値段だ。10月23日の昼までに金を用意しておくこと。これはまるで、誘拐事件で見かける身の代金を要求する手紙みたいだ。脅迫状ってやつだね。脅迫状。脅迫状になった。これじゃあ、くらえ！くらえ！あ、他にもなんか面白いのあったかな。200ポンドの意味はその脅迫状が示しているのです。まさに、牢人形誘拐とはなかなか洒落たことをする犯人だね。いやー、
それにしても200ポンドなんてよく用意できましたね。あの蝋人形は特別ですから、全財産をかき集めましたわ。つまり、その200ポンドは身代金として用意したものだった。それでは次の疑問を検証するとしましょう。この気持ちよさそうに気絶しているおじさんは何者か。そうだな。だとしたらなんだ？どうやらおじさんはものすごい衝撃に打ちのめされたらしい。その気絶の理由、ご存知なのではありませんか？ああ。残念ですが、隠し事は苦手のようですね。おじさんを打ちのめした衝撃は、その200ポンドが与えたのです。じゃあ、このおじさん、結局何なのかな？目が覚めたらおじさんに直接聞けばいいと思うの。ここは推理の美学を追求しようか。うん、そうだね。ホームズくんも頑張ってるし。おじさんが何かの衝撃を受けたのは間違いない。マダムが何を隠そうとしたか、もう一度見てみよう。え？あ、すごい。ぐる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 。舐め回すように見れるぜ。あ、すごい。こういう感じになってんだ、この建物。こう見ると、なるほどねって。あっちにも脚立があるぜ。この周りは関係ないのかな。気になるけどね、この人たち。くるくる。長い髪。ロザイクさん、随分と髪が長かったんだな。前から見ても気がつかなかったね。この髪、なんだかまるで、しなる鞭のように見えるね。おじさんを一撃で床にぶちのめすほどの。それはさすがに無理があるような気がするの。髪ではない。なんだこの手は。なんだ？これって、マダムの右手だよね。そうだろうね。マダムの左手ならはっきり見えているから。でもこれよく見ると、こっちも左手だよね。あ、絵師が指摘されるポイントじゃん。怖いこと言わないでくれるかな、アイリスちゃん。それにこの手、なんだかゴツゴツしているし。むしろ、なんだかカチカチなの。カチカチって、まさか！蝋人形？蝋人形の腕。これ他には調べられないかな。綺麗な顔。綺麗な顔が衝撃的すぎたとか。これもう一回調べれるんだっけ？あ、同じだわ。同じです。助けて！こっちも左手だよね。このイラスト素敵ですね。でも腕変じゃありませんか？両方左手になっている気がするんですけど。って、絵師が言われるやつ。くらえ！おじさんを打ちのめした衝撃は、その蝋人形の腕が与えたのです。平たく言えば、そのカチカチの腕でぶん殴ったということになるだろう。何のことでしょうか。背中から覗いているその手なのですが、当然右手であるべきなのによく見ると左手です。ああ！しかも見るからに男っぽくさらにカチカチときている。つまりあなたの腕ではない、蝋人形のものなのです。キャー！あ、結構しっかり。たまにいるのです。非常に迷惑なお客様が。妙にはしゃいでしまって、蝋人形に危害を加える。ではその腕はもしかして。はい、こちらの殿方が記念にともぎ取られたのです。そいつはかなり大胆なお土産と言えるだろうね。お花見で桜の枝をへし折る感覚ですね。そこで私としては断固として叱るべき処置をしたのですわ。じゃあ仕方ないな。おじさんを追い詰めて腕を奪い返してぶん殴った。その結果、おじさんはこのありさまというわけだ。まあおじさんのくだりはともかくどうやら結論は出たようだ。じゃあ本当に関係ないおじさんじゃん。この特別展示室で殺人鬼はなんと誘拐されてしまったのだ。
なんだって？それは大変だ。誘拐された？解決。じゃあどこに行っちゃったんだ？今どうなってんの？そんなことが。ここで僕が気になるのがあそこに立っている若者だ。彼が何者か？ホームズさんによれば、仲間に事件発生を知らせる合図ということだったね。身分を知られたくない時に仲間と連絡を取るためだって。ケイジ君たちだけの秘密の合図なんだよ。ホームズさん、その秘密を軽やかにバラしちゃったけど。まあ秘密を暴くのは探偵の宿命だからね。とにかくマダムローザイクの反応を見たところ、彼の正体を示すものが他にあるのかもしれないね。まあ、絶対これ腕が、あ！腕が、あ！事件の発生を仲間に告げる秘密のスクワークが。なんというか、ちょっとかっこいいよね。来月号の連載で小道具に使ってみようかな。刑事たちの秘密がロンドン600万の市民に知れ渡ってしまうね。刑事くんたちには新しい合図を考えてもらうしかないね。ものすごい影響力だな。いいんじゃない？それで。お前の人は何なんだ？これは、肩から鉄の棒切れが突き出している。もう言うまでもないの。こいつは人間じゃない。どうやら肩から袖ごと腕をもぎ取られたみたいなの。はしゃいでもぎ取ると言っても、奥側からもぎ取るんだな。もぎ取られた腕か。その話、ついさっき聞いたばかりだな。聞いたばかりだな。彼が何者か、それを示すのはもちろん、肩の鉄棒なのです。こんな骨の人間はいない、そう断言しても良いでしょう。つまりここに突っ立っている若き私服刑事、ジョン・クレイ氏は、実に驚くべきことに、実は蝋人形だったのです。わざわざ人間だって言い出したのホームズさんですけど、あ、閉められた。何しろ去年刑事総監賞を3度受賞した有名人ですから、早速蝋人形を作らせていただきましたの。なるほどね。もちろんそうでしょうとも、それ以外に何があるというのか。さっきのおじさんがもぎ取ったのはこの刑事さんの腕だったのですね。ようやるわ。次に、彼の横に座っている悪人面の老人に注目してみようじゃないか。さっきからピクリとも動かない。まるで蝋人形のようにね。あ、そう、それは。思った通り、反応がありましたね、まだ。でもこの人生きてるんじゃないの？値札さん。殺人警官オッターモール氏だっけ？有名なのかしら？去年新聞で騒がれてたよ。私顔は知らないけど。それにしても3ペンスはまた安くなったもんだね。ガリデブさんの下宿のガスと同じ値段だな。特別展示室から誘拐された特別な殺人鬼か。犯人が200ポンドを要求する特別な蝋人形。それがこの殺人警官オッターモール氏なのか？最後にもう一度よく観察してみようよ。値札。あ、痙攣してる。痙攣してるよ。あ、これは、事件の発生を知らせる合図、刑事くんたちの秘密の合図なの。まあ、この格好を見れば警察官であるのは明らかだけど。あるいは、警察官に変装した刑事くんかな。つまり、警察官に変装した刑事さんの蝋人形か。そんな複雑な代物には見えないけどね。念のため代物呼ばわりはやめておこうか、エリスちゃん。そうだな、生きてるかもしんないし。値札。3ペンスか、200ポンドとのギャップにめまいがするな。3ペンスなら買ってもいいよね、なるほどくんの部屋に飾るの。おじいさんに見つめられる暮らしはごめんだな。でもさすがにこの値札はおかしい気もするよね。
頭に乗せている鉄棒だけでも3ペンスじゃ買えないと思うの。じゃあこの値札は何なのだろう。マフラーだと思うけどな。別れたのかな、あのカップル。このおじいさんの足、ものすごい勢いで貧乏ゆすりしている。でもおじいさんぐっすり寝てるみたいなの。じゃあこれは貧乏ゆすりではなく痙攣なの。何せよ、老人形は貧乏ゆすりはしない。痙攣もね。そしてよく見たらこのおじいさん、腕に見覚えのあるスカーフを巻いているな。巻いてるな。くらえ。寝てるんだ。この老人が老人形かどうか、それを物語っているのが痙攣です。どんなに出来が良い老人形でも痙攣はしない。つまりこの上品なご老人は本物のヤードの警官だったのですよ。さっきまでと扱いが変わりましたね、ホームズさん。さあいかがですか、マダムローザイク。さあと言われましても、警察に連絡してあの方を呼んだのはこの私ですからね。なんだかとてもお疲れのようで、すっかり眠り込んでしまって。あの、それではこの3ペンスの値札は。飲みの市あたりで買ったマフラーの値札を取り忘れたのだろうね。そしてこのスカーフだ、覚えてるかい、ミスターなるほど。はい、事件発生を知らせる合図でしたね。ええ、もちろん事件は起こっておりますわ。この推理の一番最初に探偵さんが見抜かれた通り。どうやらついに今回の結論にたどり着いたようだね。どこ行っちゃったんだ、じゃあ。おじさんが。特別展示室、特別な殺人鬼の老人形が誘拐されてしまった。そして、すでにスコットランドヤードがその捜査に乗り出しているが、消えた老人形の行方はまだ分かっていないと。以上、シャーロック・ホームズの名推理でした。老人形か。なんかあったかな、そんなの。みんな動いてた気したけど。推理完了。エレメンタリー。いやー、なるほどね。老若男女。たまにはパブから帰る途中で寄ってくださる殿方。様々なお客様がいます。ですが、老人形に危害を加えるお客様は断固として許しません。そうだよね。それはともかく。シャラーン。日光。噂以上の名推理、感服いたしましたわ。よかったね。こちらこそ楽しんでいただければ何より。まあそこのおじさんはそのうち目を覚まして帰るでしょう。それよりも気になるのは、その部屋に展示された老人形は本当に誘拐されたのですか。さようですわね。よろしければお話を聞かせていただけますか。その老人形の誘拐について。良いですわ。ただし、それを聞いたら、直ちに持ち場に戻りますように。そうだった。そうだったね。それそれ。この大探偵、老人形にしておくにはもったいない人材なのですがね。自分からなりに行ったのにな。話すか。誘拐か。それで、老人形が誘拐されたというのは、あれは数日前のことでした。朝私が館へ来てみると、特別展示室から老人形が消えていたのです。特別展示室ね。だからカーテンが降りてたんだ。そしてそこに脅迫状がありました。犯人は夜の間に忍び込んで老人形を盗み出したのでしょうか。重たそうだけどね、老人形って。盗まれちゃった老人形、やっぱり悪者だったのかな。
飛び切りの悪者でしたわね、何しろ。英国犯罪史に忘れられぬ爪痕を刻んだあのプロフェッサーですから。当然聞いたことがないけど。プロフェッサー？これでついに繋がったようだね、ミスターなるほど。え？プロフェッサーって確かアイリスが生まれた頃の事件だよね。ああ、そうだな、アイリス。今から10年前、ロンドンを震撼させた殺人鬼だよ。10年前ですか。そう、ちょうど。バロック・バンジークスがロンドン大学を卒業した頃のことだ。まさか。シネオミ君の人生を大きく変えてしまった大事件って。その通り。プロフェッサー事件さ。プロフェッサー？一体何者なのですか？プロフェッサー？今から10年前、大英帝国を震撼させた残忍な連続殺人事件。犯人は5人を殺害して逮捕され、処刑されました。ほうほう。そして今は蝋人形になって、ロンドン市民に愛嬌を振りまいてるわけだ。まあ、今日はちょっと誘拐されてあいにくお留守のようだがね。そう、それで、それがバンジークス検事とどういう関係があるのですか？殺人鬼プロフェッサーがなぜ、英国犯罪史にその名を刻んだか。なんで？それは彼の選んだ犠牲者が英国政府を動かしたからなんだ。犠牲者？殺害されたのは、超一流、名門の貴族たちだった。そうだ！なんか貴族って言ってた。中には王族の関係者もいた。そりゃ政府もぐらつくわけだね。貴族。待ってください。確か、ド貧乏博士が言っていました。バンジークス卿は、偉大な貴族の血を引いていると。プロフェッサーが逮捕されるきっかけになった5番目の犯行。その最後の被害者となった青年貴族の名は、クリムト・バンジークス。なんですって？バンジークス？あとはご想像の通り、青年？殺人鬼に兄貴を奪われた弟はその後検事の道を歩み、やがて死神としてその名を世に馳せることになったのさ。お兄ちゃんだったのか。バロック・バンジークス卿にそんな過去が。まさかプロフェッサーが日本人ってこと？さて、僕が今話せるのはこれぐらいかな。日本人を恨んでるもんな。何しろ今の僕は、一日蝋人形だからね！そうだった。じゃあ持ち場に戻ってもらって。それでは、私も失礼いたします。お話ありがとうございました。何なんだここの事件は。いいの、誘拐されたまんまで。わざわざ君が面会に来てくれるなんてな。本当に久しぶりだ。会えて嬉しいよ、バロック。よかったね。10年ぶりか。まさかこのような対面になるとはな。ちゃんと顔見な！目人間さんのことは自分が許せないよ。まさか、あんなことに。明日は審理だな。東洋の若い弁護士なんだけどね。信頼できる男だよ。ありがたいね。あれは不幸な事故だった。必ず立証してくれるさ。そのことだか。聞いてるよ。検事は君が担当するって。そうか。実はこの国に来て聞いたんだが、バロック、君はその法廷で、なんだ、いや、なんでもない。君が私のことを考えてくれているのはよく知ってる。
他ならぬ友人の心理だ。誰かに任せるわけにはいかぬ。うん、わかった。明日はよろしく頼むよ、バロック。バロックだもんな。名前。それでは明日、法廷で会おう。へえ。なんかいろいろ複雑だな、この事件。続く。続く?続く、続くか。うん。